皆さん、こんばんは、マーティン。ではのミャクーボーイ、キングタクです。キングタクのオールナイトニッポン。今日は、夜勤出勤初のオールナイトニッポンをやりたいと思います。はい。ラジオ感覚で聞いてください。まあ、久しぶりの夜勤ですけどもね、これから頑張りマーティンでございます。はい。さて、皆さん、今年のクリスマス、年末年始はどう過ごしますでしょうか私ですか ?19 日はもう食べますね。はい。玉姫殿のビュッフェ、ランチビュッフェも予約しましたので、はい。あとはですね、はい。 24日クリスマスイブは、まあ、スパゲッティとドミノピザ、坂谷にもう22日オープンする予定なので、そのピザ買いますね。はい。そして25日が、ええー、そうですね。はい。いろいろ考えた結果ですね。はい。25日はクリスマスですね。施設のクリスマスは25か26どっちかですね。まあ年末は、まあ、33日休みですが、1日以降はおそらく仕事と予想します。はい。 まあ、食べますね、よく。私、爆食なので、ちょっと物まねます。爆食増渕幸代チャンネルこういう声ですね、はい。うん。こういう声で驚きましたね、はい。まあ、大雪でも完全に終わりの状態で、暴風雪の警報がもうすでに発表されておりますが、はい。 変更がちょっとね。はい。まあ、いろいろありますけど、そこで。オミクロン株、新たに感染者が出てしまいましたね。はい、都内、初めてと2回目、2例目と。やはりサッカー、天皇杯があったからこそ、感染者が出るので、無観客がいいと思います。私だったらね。今の状況を見るとね。決勝は観客の制限を設けてです。はい。感染者が出たら大変なことになるんですよ。 危機感をもうちょっと考えなさいと言いたいです。はい。市中感染の可能性はあると考えられます。私だったら。はい。もうこれ以上は考えられない状況でございます。はい。群馬県は間違いだらけですね。はい。間違いのクラスターだらけで言葉になりません。緊急事態宣言なぜ出さないのかおかしすぎます。はい。私は出すべきです。政府側だったら。はい。どうですか皆様はどう思いますか 何かいい方法、策があればね。はい。まあ、夜勤の試験もうすぐ、まあ、22時から7時ですね。はい。まあ、ラジオ感覚で今のうちに聞けますね。はい。まあ、そうですね。はい。いろいろプライベートも私も充実はしたいるもののね。はい。まあ、そうですね。明日実は鶴岡に、鶴黒というか、ユニクロみたいな服、古着店、鶴黒、 オープンするそうでございますので、ぜひ行ってみたいなと思いまーティンはい。まあ当然ですけどね。はい。まあ、これで終わりにしたいと思います。バイバイ。